祭神についてお話しします。この祭神というのは、小生流とあるいは良家興味神下人とあるいは陶器主役は五州小教と魔王武士祭神とそういったものに含まれているとは液材にもあるのでご存知だと思いますが、一般用漢方処方の手引きでは大王武士刀とか慶長曹操刀神武刀というものも収載されています。この大王武士刀は神経痛に使われますが、まあ、大王が入っているので便秘なんかの症状にも使われます。また慶長曹操の方は関節の腫れ、まあ関節リウマチの症状に用いたりしております。でこのような形で祭神が使われているんですが、祭神の薬のというよりは祭神の品質鑑定ということがむしろ非常に重要になります。その点について少し、話を絞っておきたいと思います。で祭神というのはこの起源になる植物というのは、ケイリン祭神あるいはウスバ祭神といわれるアジアザール部族のものになるわけですね。馬の鈴草科になります。このような植物ですね。ちょっと心臓のような形をしていて、この花がこう昔の馬がここにいっぱい鈴つけてチャラチャラチャラ言わせて歩いてたんですけども、そういった馬の鈴によく似ているので馬の鈴草科呼ばれています。これの根および根茎を持って極法の祭神とするということになっているんですが、これもちょっと問題があるんですね。良品は薄い葉で細い根で山椒のようにピリッと辛い、細くて辛いということから祭神という言葉が出てるわけですね。で、この祭神問題なのは三つ葉葵、これが祭神ですが、これ三つ葉葵、三つ葉葵というとこれですね、徳川の紋所で、このような徳川の紋所三つ葉葵はアザルムなんですね。アジアザルムじゃなくてアザルム族で、同じ馬の鈴草科なんですけども、よく非常にはよく似てはいるんですけれども、違いがあるんですね。この三つ葉葵が出てくるともう一つ双葉葵も出てくる必要がありますね。本当はこの三つ葉葵という徳川の紋はこれ鴨神社の紋所なんですね。鴨神社のお祭りの時にはここに刺してますし、ここにプラプラと下がってます。藤の花が有名ですが、そうじゃなくて一人一人がこのやって葵を飾るというのが有名で、だから葵祭り、鴨神社の京都三大祭りの一つですね。5月15日でした、この時にこうやって葵祭りがあります。それが双葉葵で、徳川はこの双葉葵に非常に惹かれて、そして鴨神社にお願いして三つ葉葵の紋所を使うことを認められた。だからこっちの方が紋所としては鴨神社の方が先でオリジンだということになります。でこの葉っぱですが、この鴨神社に使われているということから別名カオアオ、カモアオイというような呼び方をすることもあります。でこれらのものはいわゆる祭神で、これがアジアザールムなんですが、先ほどのね祭神の起源はアジアザールムなんですが、この双葉葵というのはアザルム族なんです。アジアザールムじゃなくてアザルムなんですね。ちょっと非常によく似てるんですけど、ちょっと違いがあるんですね。ですからこれはアザルム族、漢方薬はアジアザルムということになります。で、そこでこの漢方葵についてちょっと見てみたいと思いますが、これはアザルムなんですね。三つ葉葵とかあるいはカモ葵とかに使われているこういう紋所で、いかにももう紋所そのような形をしてます。しかもアザルムニッポニカ、ニッポニクム、ニッポニクムというようにもう日本の特有のものというような印象が非常にたくさんあります。
それに対して先ほどからお話した祭神はアジアザルムですから違いますね。アザルムとでアザルム族は歯が厚いんです、分厚いんです。それに対してこちらの方は薄葉、祭神というように歯が薄いんです。薄い葉っぱというのは薄葉ですね。だから歯は薄いんです。薬用になる方は葉っぱが薄くて、徳川とかあるいは鴨葵で使われているのは歯が厚いということはわかると思います。で、こちらアザルム族、アジアザルムということになります。で、ここにで、この鴨葵の方はですね、これは祭神じゃなくて土祭神というような呼び方をしてます。すなわち祭神じゃなくてちょっとち悪いもんやろというような意味ですね。で、この先ほどのお話したように双葉祭神鴨葵はですねアザルム族、そして三つ葉葵はこれもアザルム族、こちらが鴨、こちらが徳川、そしてこれが漢方薬ということになりますね。で、このような競輪祭神と薄葉祭神というのが、薬用であって、これは起源植物アザル、アシアザルム族、これはいいですね。それに対して他のものはですね、例えば奥江戸祭神といって祭神という名前がつくんですが、これは北海道にあります。北海道の小樽にあった、私の勤めていた北海道薬科大学の薬草園を私作ったんですが、その薬草園のそばの林を自然園に作り変えていったんです。自然のままを残しながら薬草が植わってるというような状態を作っていったんですが、ある時見ていると笹の下にちゃんと奥江戸祭神があるんですね。お、奥江戸祭神があるやというような感じで覚えたんですが、これが北海道ですが、祭神という名前がついてますが、アザルム族なんです。アジアザルムじゃない。黒船祭神も九州にありますが、こちらはですねアジアザルムなんです。だけど局法には入ってませんが、アジアザルム、これは禁煙ということになります。で、薄毛祭神、これは朝鮮半島にありますが、これもアジアザルム族で、もともと中国産も国内産も、こういったところで少量ずつ生産されているということになります。主に中国産なんですね。で、この中国産についてはいろんな呼び方があるんですけども、日本ですね、いろんな呼び方があります。で、そこでこの極法祭神をこう見てみますと、先ほど言ったように競輪祭神と薄葉祭神があって、アジアザールム族だ、ここまではもう分かっていただいたわけですね。鴨葵、双葉葵だとか徳川の三つ葉葵は単にアザルム族。中国薬店で祭神はどのようになってるんだということになります。北祭神、北祭神と呼ばれるものはですね、これアザルム族なんです。アザルムといえば先ほど言ったように徳川門どころか鴨の葵、鴨神社の鴨葵の門分類でアザルムなんですね。環状祭神もアザルムだし、これも一緒なんですね。しかし中国薬店の漢方薬はこの学名がついてるんです。おかしいですねと思ってみると、これとこれ学名こちら似てるんです。ここが違うんです。ここにシーボルディ、アジアザールムシーボルディとあるのに、ここにアジアアザルムシーボルディはあるんです。本来こういう学名というのは、これは変化しない言葉、例えば使われている言葉はどん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 と変化しますよね。日本語になるもんね、例えばやばいぞやばいぞって言っても意味が全然変わってきたり、最近は大丈夫ですとか言うんですが、別に大丈夫の意味は全然変わってきてますね。そのように言葉使ってると変化するんですが、ラテン語はですね、宗教のところで使われている限りで日常用語的には使われてない、変化しないんですね。ですからラテン語を持って学名している。そしてその植物には一つしかないはずなんで、同じ植物にラテン名がいっぱいあるというのは本来おかしいんですけども、
中国と日本は祭神の属名が違うんです。同じもんであっても実は学名が違う。ですから先からアザルムは違うんだよ、双葉葵だとか三つ葉葵で祭神とは違うよとかね、いろいろ言いました。祭神と言いながらアザルム族もありますよとかいろいろ言いましたけども、こんなちょっと面白いことがあります。アザルム、アジアザルムですね。面白いですね。どっちも同じもんだと思いますが、このようにラテン名が違っている。で、精油定量も、極方は 0.6cc30g0.6 ですが、中国薬定の場合は 2% 以上と書いてますが、同じ、結局同じですね。 30g の0.6 ですから、まあ、同じ精油定量の、規格としては同じもんになっています。さて祭神、露頭を取り根ばかりを用いるのであるが、今の祭神はみんな露頭どころか歯もついている。あ、確かに歯がついてますね。歯がついている。いわゆるお歯付き祭神である。このような葉っぱがついているのはお歯付きだと言うんだと。そして多くは土祭神、すなわち先ほどの寒葵。寒葵というのは徳川の紋所だったり鴨葵の紋所ですが、それのものの根である。刻みを注文すると葉っぱごとガーッと刻んで売る薬屋さんがある。だけどですね、祭神というのは祭子と同様に薬用にするのは根だけなんですよと。根だけ、葉っぱやこういったものはついてたらいけないんですよ。なのに刻みを注文した葉っぱも切ってしまうやつがいると。根ですよ、書いてあるわけですね。前草を使えばいろんな作用がありますが毒もあるということで、これについては後で出てきますが、本来は祭神は細い根だけを使うんだと。で、ところが極方では根および根茎という言葉が入ってるんですね。薬用は根ばかりやと書いてあるのに、日本薬局は根茎まで入れてるんです。これが葉っぱがついてない流通している祭神ですが、ここのところに根茎がついてるんですね。先ほど露頭を取って根ばかりをと書いてあったのに露頭ついてるんですね。さて、じゃあ葉茎、これはもう強雑物だから除きましょうと。で、新しい規格基準で純度試験でこういったものを除きましょうということになるんですが、この葉っぱらを除く方法が書いてあるんですが、根茎は本来強雑物なんですね。露頭取りと書いてますから、根茎を取りと書いてますから、根茎が入ってたらいい生薬ではないということになります。いい生薬でない、これは強雑物なのに極方ではこれも一緒に入れてるということになります。しかし葉っぱは入れてないんです。これは理由があるんですね。細くて辛いものが良いものであるが、津村では栽培したものは相当太いと。津村さんがですね、最新栽培してるけども根っこどうも太いよ、この津村の最新というものと似たものに土最新があるよと、これは寒葵の根やと、どうも津村の最新というのは土最新で寒葵の根じゃねえかと、根を噛むと山椒ほど辛いのが本物なんだと、神仏である、だからどうも津村のはピリッと来ないしどうもおかしいと。またですね、お葉付き祭神、すなわち先ほどのように葉っぱがついている祭神、そういった祭神には葉がついているけれども、これは葉が偽物との区別のために入れているので、使う時は取り去るべきであると書いてある、ね、昭和の初めではそれ以外にちゃんと言われてるんです。なんでこういうことがするかというとですね、細い根だけで取引するとですね、別の植物の細い根まで一緒に混ぜてね、適当に混ぜられちゃったら分からなくなって、
だからこれは間違いなく祭神だというために地上部をつけている。葉っぱ付きである、お葉付き祭神として流通する。そして使う時に切って、上を捨てて、そして根の細い根だけをこう刻んで使うのが本当の使い方だ。ところが日本薬局法では根茎まで先ほどのように含めちゃってるんですね。これはまた後で理由が出てきます。で、局法の西洋西洋領地はこれはあくまで下限地なんで、下限地だというのはどういう意味だということになりますが、例えば 0.8 のミリリットルパー30グラムというもうちょっと精油の多いものがあったとしましょう。もう商売してる人はそんなもんこれちょっといいよと言ったって同じ値段で売らなきゃなりませんから、それならちょっと混ぜもんして顔料減らして 0.6 よりちょっと高い目ぐらいに揃えておけば儲け増えますね。ですからいろんなものを混ぜてなんとかうまいこと調整するというような意味でも使われてるんですね。ですからこういったもんはあるんですが、祭神は創生領土をはじめ領寒興味信玄人と孫一新祭神とこういったもんに入っていますが、市場に本当のものが少ない。多くは土祭神、いわゆる津村が栽培したやつで、その黄身、すなわちピリッとする味ですね、香りとか味は薬能の上からもとてもこんなもん使えませんよ。本物の薄葉祭神、この時代はアザルムなんです。学名がこれはアジアザルムと呼ぶべきなんですけど、アザルムでシーボルドの S も大きい大文字で書いてるんですね当時は。ですからアザルムシーボルディを取って使うべきだというように言ってるんですね。ですから祭神は非常に偽物があった。とりわけ多いのはこの土祭神。そしてうっかりこの細い根だけにすると他の植物の細い根も適当に混ぜて取引されてしまうんで、植え付きな、この植えは使う時捨てるんだということですね。ところが清水藤太郎先生、この先生は生薬の先生なんですが、薬学ラテン語だとかのいろんな本を書いたり、まあそれなりにやっておられたんですが、この先生がどういうことをおっしゃってるかというと、結局品質として祭神は味が辛くて歯の混じらないものが良いということですよね。まあその通りですよ、そう話してるんですが、それならそれから歯は辛くないから薬効がない。そうですね。したがって臨床上は歯を除いて用いるべきだ。そう言ってんですね。確かに今までの結論通りです。そこで一言すると、今までの創生流湯はみんな怪しいことになるね。ハハハハハ笑ってんね。こういうことを言う、ちょっとで人を小バカにしたような話を混ぜっ返しにしたような人の足を引っ張るようなことを言う人がいるんですね。それに対して木村長久先生、この先生は、何度も出てきてますけども、太平洋戦争で戦死された漢方医です。なかなかのちゃんとした理論家なんですけども、この先生がこれに対してですね、いやそれでも効いていたとすると歯を除いてやればもっと効くということですって言ってちゃんと釘を刺しておられるんですね。で、よくこういう話があるんですね。効いてるじゃないかと、今のが悪い悪いであんた言うけれども効いてるじゃないかと言うけども、よく8割漢方と言われるように10人中8人しか聞いてなかったら2人は本来聞くべきものを落としてるんですよね。もっと多いかもしれない。あるところの話によると、ドクターの先生方が集まってですね、5割は目指そう、漢方で5割目指そうというサークルを作ったりしておられるところもあるそうですね。5割って面白いですよね。2人に1人聞くのを目標にしようなんておっしゃってる。どんなもんであれ薬が悪かったら効くはずはないんです。それは上がるはずないんですね。ですからこういった思想を持つのは非常に良くない。やっぱりちゃんとしたものを使って効くか効かないかを考えるべきだ私は思いますが、
もう一つ重要なのは、地上部にですね、アリストロキア酸というのが見つかったんです。これ発がん物質だと分かったんです。ですから先ほどのように最新の地上部がこうついてました。それを取って捨てて根っこだけを使ってるから良かったんですけども、このアリストキア酸が地上部にあるということが分かって、純度試験でですね、最新の純度試験でアリストロキア酸のピークが絶対見つかっちゃダメだ、これがちょっとでも入ってたらダメだということが分かったんです。あのピークというのは HPLC ですね、分析の機械で、液体クロマトグラフィーの機械でピークが出て、それがちょっとでも出てたらダメですよ。これによって地上部が入ってくるということはなくなったんです。それどころじゃなくてですね、これ毒がこれはアリストロキア酸ですが、これはもう全然ダメなんですね。細い根はこれは偽物が混じりやすい、カノイが混じりやすい、だからこんなものを混じらないためにこれをつけてたんですけれども、これ先ほどのアリストキアさんの報告以降ですね、この葉っぱ付きというのはですね、日中で取引停止になったんです。すなわち葉っぱがついてて、使う時に外して使いなさいと言ったってダメですと、ついてること自身がもうダメですということで、葉付きはもうこれ存在しないです。ですからこういう葉付きの生薬はもう見当たらないはずなんで、私はこれがまだその昔の時に標本としてもう持ってたから、今こういう写真があります。ですがこういうことなんですね。で葉はついてないけれども根茎はついてるんです。ここのところに根茎がついてる。これは先ほど言ったように、こちらのものを少しでも傘を増やして儲けようという考え方の部分ですね。さて最新の成分にはこういったものがありますが、精油というのがメチルオイエノールがあって、これが大体精油全体の大体半分ぐらい占めてるんですね。精油が 2-3% 入ってますが、そのうちのこれだけぐらいが精油になります。で、こういった作用を持ってるんだということですが、他にもアルカロイドとしてハイゲナミンが入ってます。でこのアルカロイドもですね、あのベータ2アデノセプター、すなわちアドレナリン作動性の関係があるんですね。で血管を拡張するようなリセプターの関係があるんで、血管は拡張します。そういったことからですね、これがサプリメントに入ってくるのは非常に嫌がってるんですね、ハイゲナミンが。ですからこのハイゲナミンは入ってるということは国際禁止成分の中に入ってます。だから最新武士五州長寿南天術、こういったものはちょっと、生薬としていろいろ使うのはいいんですが、サプリメントの中に使っちゃいけませんよということですね。さてこのように最新というのはもともとは細い根だけなのに、地上部が偽物を混じったり怪しいものが入ってこないように間違いなく取引するために葉っぱがついた。使う時は根だけにしてたのに、知らん間に局方では根茎まで入れてる、どうも傘増やしで、その葉っぱについてはアリストロキア酸が入ってるんで全部、除いてからということになってたのを、もう流通させちゃいけない、それ付きで売り買いしちゃいけませんということで、もう生産元で全部切っちゃってる。で根茎が残っている。まあの根茎が残ってないともうバラバラの根っこになりますから、余計に偽物が入りやすいですね。だから根茎がついててまとまってるからいいんですけども、本来は使うときは根茎も取るべきなんですが、もう局方で根茎は入れといてもいいよということになっちゃってる。で、最新の薬能ですけども、温剤ですね。まあ辛いですから、ピリッと辛いだから呼吸器系に肺に働く温性の剤ですから、風邪を発散させて寒気を追い出す、冷えにとるもんである。
ですから中医学では心音下表薬に分類されていて、理を温めて発汗鎮痛鎮静虚痰の働きが、これが最新、そういう形で使ってますよということになります。これによく似たもんで肝経というのがありますね。小生流湯では最新も肝経も入ってますが、こちらの肝経はですね、中消化器系を温めて陽気を助け熱を生産させて、そして進化の水気、この下にある水気、小水流湯の小に、進化水気ありという言葉があります。ここに水が溜まってるようなと考えたら分かるような水が溢れてくる、くしゃみだとかそういった形で水が出てくる、それは進化水気あるからと言いますが、その進化に水気がある、実際にあるかどうか分からないんですが、あると考えたら分かる、温めたらなくなる、その温めるのを肝経が行っているということになりますが、肝経と最新五味子、そういう意味では単因、すなわち水分ですね、水分によるところの外層の療薬なり、水分があるということは冷えてるんですね、冷えるから結露して水が溜まりやすいんです。冷えてなかったらどんどん水は外へ逃げていきます。ですから単因があるという、そう単因の積がある、水分性の積、外層があるという時はもう温めるということになる。その肝経最新、また武士も温めますね。魔王武士最新湯で武士と最新、これは陰病の最初ですね。で魔王と武士で、陽気が落ち込んでるのに、さらに最新が陽気を高める、このように陽気熱をどんどんと高めていって、体の表面にあるところのまで熱が来れば表面にある病蛇を追い払うことができる。だから表面に病蛇がある、それを表を温めるんじゃなくて体の中を温めて、うわーっと持ってきた熱が表面から外へ追い出すということなんですね。またですね、家宝として最新の家宝で防陽気湯症に休肝、休肝というのはこれ古くという意味ですね。ですからもう冷えが長く続いているという意味ですね。防陽気湯症でもう長年の冷えがあるというような人には最新をちょっと加えなさい、3分だけ加えなさいということになります。そうするとこう縮こまっている休肝を温めて追うことができますというと書いてあるんですね。ここのところで扇と最新、これまた出てきます。これで最新というのがあって、心音下表で体を温めてて体の症状を取る、体表だとか呼吸系のことですね、表というのは。で、体の奥から温めてきて呼吸系に作用する温性の剤である。ですから寒気を追い出して追い払って風を散らしてしまう、発汗、虚痰、鎮痛、鎮静の作用があります。これは最新だというのはいいんですが、理を温めるのが武士で、お腹を温めるのが肝経だということで、温めるという点では共通なんですが、例えば温めると言った時には基本的には慢性の衰弱性、すなわち弱ってきて元気がないから新陳代謝が低下する、新陳代謝が低下すれば発熱量が低下する、だから低体温になる、体温が下がれば冷えますからおしっこが多くなる、しかも大便の方も下痢気味になってくる、手足が冷える、顔色が悪い、こういった症状があるんですね。それを温熱性の剤で温めるということになって、最新はありますがこれもらもある。じゃあこれらについてこういう点から考えれば、武士、肝経どのようになっているかということになれば、武士は理を温める、強く温める、体の奥、内臓に限らず体の奥から熱く結ぶんだ。それに対して肝経の方はお腹を温める、消化器の中を温めるんだ、消化器の中ですねを温める。
で、武士の方は体の奥から温めるということで熱量が増してくる。熱くなれば水分は取ってしまう。そして新陳代謝を高めるということは強心的な働きもあるということになりますが、肝経の方はやはり温めるから湿を除いて、停滞を除いたり、あるいは水分の異常を取ったり、そういったこともあります。で、このように肝経、物質、それぞれあるんですが、ちょっとずつ似てるようで違うんですね。こういった点をうまく組み合わせて使うというのが使い方になります。ただですね、水分を散らすという力という点で考えたら、これ肝気を駆逐して驚く発汗ですから、巨炭ですから、水分を散らすようには書いてあるんです。虚湿も除湿も喪湿も、全部書いてあるんですが、水分を散らす力にはもう肝気が圧倒的に強い。そして最新の方はこれはもう処方の主役として、水分を散らすために最新を使うというような使い方はしない。まあ何か使うものの助けに使うということはあっても、これが主役にはならない。水分を追うためのね、温めて水分を追うための主役にはならないということになります。そういう意味では、水分を散らしてしまう、こちらの方がしっかりとしていて、こちらの方が極めて軽いということになります。またこんな報告もあるんですね。大塚啓生先生の見てますと、目の病気に細心を使うということをよく聞きますし、また昔からの人の処方にもよく使用しているのがありますが、どんな役目するんでしょうかね、年寄り、目の病気に細心、どんな意味があるんでしょう。そしたら矢数雄道先生がですね、こっちは古法派、こっちは御世法派ですね。細心は、人形の風を追うということがあって、風といっても結局水毒のことでしょうが、人形と目とは関係がありますから、そのために細心が目に効くのじゃないでしょうかと言っておられるんですが、あんまりわからない。正直なところわかりません。で、細心の禁忌なんですけども、体が虚している、弱っている時の汗が多い、すなわち気虚、新陳代謝が衰えて力がない時に汗をかく、まあ寝汗のような汗とか、冷や汗のようなものをかいている時に、あるいは水分の、体の水分が不足している時、血虚、頭痛、水分が不足しているというときは水分足りないんですが、温めたら水分が逃げていきますから、さらにおかしくなりますね。だから温めちゃいけませんね。血虚、頭痛、それから陰虚のとき、それから咳があるときなんですけれども、乾いてるとき、乾いてるときはこれと一緒ですね。いわゆるヒー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 という、ぜいぜいじゃなくて湿性のものではなくて寒性の咳ですね。そういったものについては、これは水分を追いますから、ますます酸悪くなっちゃうんですね。ですからそういったものには使っちゃいけません。弱ってる人、体虚の人にはダメですよと書いてあるんですね。常用するのはだいたい 3g から 15g 使うと中毒量、だいたい 3g ぐらい以下で細心を使うのが普通なんですけども、たくさん使うと中枢が興奮して麻痺して呼吸麻痺を起こして死に至るということがあって、あまりたくさん使えない。主役にならないくせにたくさんは使えないんです。サポーターの役割しかないくせにたくさんは使えないということですね。で、また滑石を恐れたり三秋奥義を憎むと書いてあるんです。すなわち三秋とか扇と一緒にしたら、一方の作用を全部作用を消してしまうとか、一部分を消してしまうような、そういった働きをしますよと、そういう恐れの関係、相を、ね、悪と書いて相を、相の関係に
あるということなんですね。でただですね、これ相互の関係であるということなればですね、先ほど防御打てを症で長く冷えている人に対しては細心を加えろと書いてありましたね。3部相互なのに防御扇等と細心ですから相互の関係なんですね。ですからこの場合に細心が、まあ、三部っていうのに限定がしてありますけども、普通な生薬の場合はですね、ちょっとじゃ あのこれを増やしておこうとかね、これをあの相互の関係あるから増やしてやられても大丈夫に少し増やしておこうとかね、いろいろ調整できるんですけども、防御等というエキス剤の時には何ともしょうがないですね。ですからこういったことができないですね、ちょっと、まあ、エキス剤の限界というのがありますね。でも三種もそうですね、八味丸だとか六味丸を、お使いになっている患者さんでちょっと細心入っている処方、小生流等なんかを例えば使おうとしたら二つの処方一緒にできませんね。その場合どうしたらいいかということも考えなきゃならない、そういう意味ではエキス剤っていうのはよく考え、中に何が入っているのか考えないと、何でもかんでも病名でくっつけりゃいいだろうというのはちょっとまあ問題があると思います。で、最新のように類似品というのが入ってくるのはもう商売の一つなんです。ちょっと薄めて量を加減するとかね、本来細い根っこなのに根茎部をやったら毒じゃないから根茎部も入れて精油は合格する、極風には合格するけど、まあ多すぎるのはちょっと薄めたりして適当に量を増やして儲けましょうとか、そういったことはもう商売の一つなんです。これはもう悪いのは悪いんですが、悪いと言ったってしょうがないんです。もう商売なんです。だから類似品とか偽物とかそういったものはもう余地があるんです。騙される方が悪いんです。よくテレビなんかでもサプリメントだとか健康食品で言いますね。で、ある人がわあ私は聞きましたとか言ってその下に出ますね。本人の個人の経験であって保証するものでありませんっていうような文書が出ますね。もうそういった騙されるか騙されないかはもう買い手の問題なんというのが今の時代なんですね。ですからもう商の人としてこういったものが入ってくる余地はあるんです。で、新薬の GMP によって問題は少ないけども、漢方薬は局方も不備で専門家も少ないんです。だからこういったものが入ってくる可能性は多分にある。しかしですね、新薬は GMP で問題少ないって言いますけども、最近ありましたね、ジェネリックのメーカーさんがちょきょちょGMP の不適合をやって製造中止に追い込まれたりしましたね。それが2社もいっぺんに行きました。もう新薬で GMP で厳しくやられてても偽物とはこうやってちょっとズルをやるんです。それはもう商売なんです。まして漢方薬はもう専門家も少ないんです。先ほどの歯付きの細心が見たことがあるしっていうのはもうほとんどいないんで、ですから流通しないことになっててもそれがついてたらって気がつかないっていうのはもうごく普通なんです。専門家しなくないんですね。他の生薬もそうです。ですからもうこういったことが非常によくあるんですね。で、薬剤師の業務っていうのは今調剤と服薬説明、錠剤やら数えてね、袋を詰めたり分包したりしてね、そして患者さんにこう説明する、これが薬剤師の業務だと思っておられますが、薬剤師の本来の仕事というのは薬物の品質の専門家でもあるんですね。昔はそうでした。ですから今はもう GMP で問題少ないけど、新薬だって起こるんです。まして漢方薬だ起こるんです。ですから薬剤師は薬物の品質の専門家だから、その点について例えばエキス剤でどういう生薬がちゃんと使われてるのかどうかっていうのを意識を持ってなきゃならない。よく漢方薬のエキス剤のメーカーさんに生薬の
展示場があって、きれいな生薬が並んでますが、あら見せてるだけ、使ってる倉庫の中の生薬はもう全然違います。原料生薬、見せるものと決まれた違う。妖刀国も昔から言いますね。羊の頭を飾って犬の肉を売るというのはよく妖刀国と言いますが、そういったことだってあり得るんです、ね、ですからちゃんとした知識を持って、薬剤についても注意深いということはもう医療者の義務なんです。ちゃんと新薬であったってそういうことがあるんですが、漢方薬だって本当にそうなのかということはいつも見なきゃなんない。全てはもう患者さんのためなんです。細心の注意を払ってほしい。これはもう細心に限らず、あらゆることに対して細心の注意を持っていただきたい。ちょっとダジャレです。